にちは。ジャスト5分でいい映画見れたか、小林でございます。どうもどうも。今回はですね、デートウィズドリュー、アラサーこじらせ系コメディー、ラブコメの第2弾としまして、デートウィズドリューという映画を紹介しました。とても可愛い映画なので、ぜひぜひ見てください。ドキュメンタリーになってます。ドキュメンタリー好きな方、ぜひぜひ見てみてください。すごくいい話ですよ。次回はですね、ナポレオンダイナマイトというゆるいクソ映画をご紹介したいと思います。私これ大好きなので、ぜひ見てみてください。ナポレオンダイナマイトっていうタイトルか、バス男っていうタイトルでレンタル出てると思います。ぜひぜひ見てみてね。それではまた次回。